おはようございます。ジョーダン英会話です。このチャンネルでは英語のフレーズ、文法、英語の勉強方法の解説をしております。今英語の勉強中なんだ、今から英語勉強したいな、習得したいなっていう方にとってはもってこいのチャンネルになってると思います。毎日このラジオ形式の動画はアップしておりますので、よかったらチャンネル登録してみてください。今回はですね、かまってちゃんって英語でなんて言うのかを説明したいと思います。最近はかまってちゃんをかまちょって言うらしいですね。僕のちょっと下の世代の子はかまちょって言うらしくて、かまってちゃんって何って言われたことがあります。はい、まあそんな、これは英語のラジオなんでそんなことは置いておいて、かまってちゃん、かまちょを英語でなんて言うのかを説明していきたいと思います。で、すごいいい覚え方があるんで、それをから紹介したいなと思います。かまってちゃん、かまちょってどんな人かっていうと、まあ私のことを必要として、必要としてみたいな感じで、私のことを見て、私をかまってっていう人のことじゃないですか。なので、まあ必要とされたい人なんですよ。で、必要とするって英語でなんて言うかっていうと、need ですよね。need。必要とするっていう動詞が need って言います。どうですか？ need です。これに y をつけてあげるだけで needy になりますね。これがかまってちゃん、かまちょの、英語になります。だから needy ですね。needy だから、彼女ってかまってちゃんだよねっていう悪口を言いたいときは、She's needy. She's a needy ですね。She's a needy. とか、He is a needy. とかね。My girlfriend is a needy. とかね。そんな感じで表現することができます。ね、僕のシドニーに住んでた時のイタリア人のルームメイトがいるんですけど、もうそのイタリア人はイタリアに帰ったんですね。で、シドニーに住んでた時に中国人の彼女を作ったんですよ。で、久しぶりに連絡来たから、あの彼女とはどうなってんのみたいな聞いたら、彼女はすごく、なんて、気分屋さんで、すぐ怒るんですって。こういろいろ LINE じゃないけど、そういったメッセージアプリでやり取りしてたらすぐ怒って、でもじゃあもういいわ、別れよう、みたいなの言ったら、いやいやいや、ごめん、ごめん、みたいな。ちょっと私、あなたの注意を、集めたかっただけなの、みたいなの言ってくるらしいんですよ。つまり、シーザーニーディーですよね。はい。だから、ニーディーってあんま多分ね、中学校とか高校の英語で出てこーへんな、と思ったんで、これを動画に、ラジオにさせていただきました。だからね、より日常的な英語を覚えたいっていう方はぜひ覚えてみてください。かまってちゃん、かまちょはニーディーでした。では、せやっ。